インノケンティウス8世は15世紀末のローマ教皇。本名はジョバンニ・バッティスタ・チーボ。会直によって魔女狩りと異端神母を活発化させた。同時に生殖売買、親族登用、派手な女性関係など堕落した中世的な教皇の典型とみなされる。ジョバンニ・バティスタ・チーボはジェノバ生まれで、父はカリストゥス三世時代のローマで、 元老院議員を務めたアランチーボ。若き日をナポリ王国の宮廷で過ごし、パドバとローマで教育を受けた。ローマで司祭に除海され、ニコラウス五世のイボ帝にあたるカランドニーに数奇教の図院になった。やがて、パウルス二世の下でサボナの司教医を1473年にシクストゥス四世のオイジュリアーノ・デッダ・ローベレノア押しで数奇教に選ばれ、 1484年8月29日に、シクストゥス4世の死後教皇職を引き継いだ。この時のコンクラーベも、相変わらずの党派間の争いに終始した。教皇になると、キリスト教国に対し合同して、異端討伐の義軍を起こすよう呼びかけた。しかし、オスマン帝国のバヤジと2世が、 教皇に年4000ルカットの支払いを約束し、イエスの脇腹を差し抜いたとされるせい、槍を贈り物として差し出すと、ローマに滞在していた弟ジェムを遊兵することを約束している。このことからわかるように、どの程度まで真剣に、異教徒討伐を考えていたのかわからない。1486年には、イングランド王ヘンリーな世を継承権、戦争の実績、 国民支持という三つの点において正当な多い継承者として認めている。インノケンティウス八世は1484年12月5日の有名な会直スンミス・デジデランテスでドイツにおける魔術師と魔女の存在を激しく求断している。教皇の魔術師に対する敵意は1487年の魔女への鉄槌でさらにはっきりと示されることになる。 さらに1487年には、アラゴン王フェルナンド2世の推薦の受けていた、トマスデトルケマダを、スペインのイ異ン審問所長官として認めている。スペインイ異ン審問は、教皇の権威を利用し、フェルナンド2世の政治的武器として盛んに利用された。また、ワルドオ派に対する、殲滅戦を意図し、この戦いに従事する者に免称を与えると、発表している。 1486年には、ピコデラ、ミランドラの多くの著作を金書に指定してもいる。インノケンティウス8世の知性で起こった最大のイベントは、1492年1月のグラナダ陥楽である。レコンキスタの完成となった、この出来事はバチカンでも祝われた。イスラム教徒の奴隷100名を送られた教皇は、フェルナンド2世にカトリック王の称号を与えている。 インノケンティウス八世は1492年6月25日にこの世を去ったが多くの子供を残していた。多くの悪い息子たちが生まれ、娘たちも生まれた。まさにこの人こそ、ローマの父であるという言葉は贅沢を尽くし、乱れた私生活を送っていた教皇に送られた痛烈な皮肉の言葉であった。ネポティズムは根深く、教皇はその子供たちに、 多くの特権を与えている。ジロラモ・サボナローラはこの教皇の乱れた生活を厳しく求断していた。諸子の一人、フランチェスケット・チーボは、フィレンツェ共和国の事実上の支配者、ロレンツォ・イル・マニフィコの娘、マッダレーナをめとった。この演談で、ロレンツォの次男、ジョバンニは、数奇教に登用された。ありがとうございます。